1212年の今日は鴨の長明が方丈記を書き上げた日。方丈記は三大随筆の一つで、今でいうブログみたいな感じかな。主に災害や人生の無常観などを4畳半くらいの案で綴ったんだって。4畳半より狭いからの中でブログ書くわ。すごい、意外と人気だ。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。でどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだね。グレタマ YouTube 公式グッズもよろしくね。グレタマタマ。